こんにちは、クリッカートミンです。ハイパワーだけじゃない航続距離も伸延したリーフ E プラス、日産リーフにハイパワー版の E プラスが追加されました。現行の日産リーフは航続距離 322km、 WLTC モード、 JC08 モードでは 400km を達成していますが、この E プラスはバッテリーの大容量化などで約4割長い航続距離 458km、 同 JC08 モードでは 570km を実現しています。最高出力は 160kW、 標準モデルは 110kW、最大トルクは 340Nm、 同 320Nm と余裕たっぷり。高速走行時の加速性能などを大きく向上させています。例えば時速 80km から時速 100km に至るまでの加速に要する時間は約 15% 短縮しています。さらに最高速度も約 10% 向上したとのこと。電池の大容量化はバッテリーパックの密度を約 25% 向上させつつ達成。もともとリーフのバッテリーはフロア中央下部にセットされているものですが、今回の大容量化にあたっては厚みが増したものの、その突出方向は路面側に向かいました。下方向に厚みが増した。このため室内スペースを規制にすることがなかったというわけです。外部での標準モデルとの見分けポイントは多くはありませんが、フロントバンパー下部にブルーのリップスポイラーが追加されています。バッテリーの大型化に伴って減少する最低地上高を少しでも改善するため前高が5ミリアップしていますが、空気抵抗値イコール CD は 0.28 と高い水準のまま。これはリップスポイラー追加が効いているということでしょう。またアルミホイール中央の日産マーク周囲のペイントがブラックになっています。ちなみに標準モデルはシルバーなんですよ。E プラスは全車 LED ヘッドライトが標準となることも特徴です。インテリアでの変更点はありません。 E ペダルスイッチを操作することでアクセルペダル1本での加減速が楽しめる、いわゆるワンペダルドライビングはもちろん健在です。 E プラスの価格は X が416万2320円、 G が472万9320円です。